皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日は私、ジブリとか、カオナシとか、もうジブリが大好きで、この前、ヨドバシカメラに行ったら、すごいもの見つけました。こちら、ペーパーシアターの千と千尋の神隠しを見つけて、もうすぐにね、作ってみたいと思ったんですよ。なんか紙を何枚も重ねて重ねて重ねて作る。で、こちらのこれを入れるケースも買って、これね、この中に入れると、こんな感じで。光ったりもするんですよ。本当にめっちゃ可愛いと思ったので、今回はこちらの千と千尋の神隠しのペーパーシアターを作ってみたいと思います。こちらの値段は1400円で、こっちが1200円でした。いろんな種類があって、ジブリも他にトトロとかもあったし、魔女の宅急便とかもあったし、あとディズニーもポケモンとかディズニー、本当にめっちゃたくさんの種類があります。で、それ専用のピンセットと接着剤も買いました。これ800円くらいですね。これ専用のやつじゃなくても、なんか100均のピンセットとか接着剤とかでもできるので、これはなくても大丈夫です。はい、じゃあ早速これ開けてみます。どんくらい細かいんだろうね。じゃん。あ、ここに棒がいる。かわいい。うわ、すごい。めっちゃ細かい。ほら、ほんとすごい。でも思ったより超ちっちゃいのがなくてよかった。あ、顔なしの顔。すごい。細かいね。でもね、これを貼り付けていくんだね。おお、すごい。これパキッとかなったらもう終わりだよね。はい、じゃあ早速説明書もあるので、よーく読んで、絶対間違わないようにしないとね。じゃん。あ、色付き。色付き分かりやすいね。めっちゃ分かりやすくなってる。じゃあ、早速、頑張っていきましょう。はい、じゃあ、まずここの周りのやつを取る。もう取れてる、ほぼ。で、真ん中のやつも取ります。赤色のやつも取り出したので、これをここに接着剤で貼っていくみたいです。感じで綺麗に6種類できました。そしたら今から番号、最初に作ったやつ、2番目に作ったやつっていう順でこうやって重ねていきます。はい、じゃあ今から早速組み立てていくんですけど、結構時間かかって、もう1時間くらいかな。じゃあ1、2、3、4、5。はい、こんな感じなんですけど、今からついてたこれで組み立てていきます。はい、完成しました。めっちゃ綺麗にできたよね、これ。本当にやばい、めっちゃ嬉しい。はい、横から見たらこんな感じ。めっちゃ自信作、やばい。じゃあ最後はここのケースの中にこれを入れたいと思います。光るからね。そのまま置いといてもいいし、このケースに入れて光らせても綺麗だと思う。じゃあこれ単4電池が必要なので入れます。これをここに入れて閉める。あ、光った、すごい、めっちゃ綺麗。じゃあちょっと電気止めます。はい、こんな感じで本当に綺麗にできてよかった。中にカオナシと千尋と棒がいて、ほら今ライトさ、めっちゃカラフルにさ変わってる。本当に綺麗。あと普通の絵じゃないからすごい立体的だよね。
はい、ということで今回はペーパーシアターの千と千尋の神隠しを作ってみました。で、思ったより難しくはなかったんですけど、結構時間がかかりました、細かくて。まあ本当に楽しかったので、またこういうのやってほしい方はぜひリクエストコメントで書いてください。はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。